あれ入ってる入ってる、あ、入ってるね、大丈夫ですか、はい、すいません。というわけでちょっと休憩をいただきまして、はい、次はですね、実は今日のこの時間の予定がですね、経済部ということで、はあ、政権の経済予測は4000年前から外れているというお話をしていただくはずだったんですけれども、れあのですね、ええ、その ご担当の方がですね、なんて言うんでしょう、サラリーマンの方でですね、はあ、急なお仕事だということで、そこに運悪くちょうどですね、天の助けのように僕今日見学に行っていいですかというふうに、お電話を私にくれてしまった、オタク系フリーライターの手品師引田でございます、引田慎一さんでございます、はいはい、で、私はバーバラさんでございます。4時間ぐらい前でしたかね。そういう電話をしてしまう、運悪くしてしまったので、じゃあちょっと出てよということで急遽、カードゲーム部ということで、実はですね、もう皆さん多分これをご覧の方はご存知かと思いますけれども、コミケというイベントがですね、ございましてですね、はあ、そちらの打ち上げでこう、はいはいはい、引田さんにカードゲームのことですね、はい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 、いろいろお伺いしまして、ですね、まず私がなぜ引田さんにカードゲームのことを詳しく聞きたいかということをですね、はいはい、まず皆様に、つまびらかにご説明しますとですねまず私の野望というのはですね、まずですね、カードゲームというのを作ってみたいと。あ、で作るにあたって知る必要があるな、はい、まあそうですね、でですね、漠然とはカードゲームってまあ分かる、誰でも分かるもんですけどね。そうなんです、うん、でですね、カードゲームというのをしたこともなければ、見たこともなく、でなんでカードゲームを作りたいかというと、カードというものをそもそも作ってみたいと。カードを刷りたいんだけど、トランプを作るのはどうかと思いまして、トランプを作るとなるとですね、問題はですね、1枚かけても話にならないんですよ。そうですね、52枚プラス個人的にはですね、コミケとか同人即売会とか、イベントに来ていただいた方にプレミアムとして配りたいんですよ、はいはいはい、だけど今日はハートのエースから始めますだと53回ぐらい来ていただかないとダメですしそれは無理ですね、ハートのエースだけ売りますっていうのも変じゃないですか。まあ実際にはシングル売りっていうのをやってますけども、はいはいはい、まあそうですね、普通はそういうのは。なのでカードゲームというものの噂を聞きまして、はいはい、なんていうんですかね、そうか、カードゲームを作れば戦艦ヤマトのカードとか売れるんだ、もうすいません、もう作るものはミリタリーのカードゲームって決まってて、はい、多分戦艦ヤマトがあれで、そうでしたね、はい、で多分私的な読みだと、当時ゼロ戦が一番多く第二次世界大戦の中の日本では制作された飛行機ですけども、ある条件が整うと試作機であった烈風が使えるとか周水が使えるとかそういうのが多分裏技になってみたいな。なるほどね。もしくはこう、なんか超ド級戦艦がヤマト3号機が作れるとか、多分そのあたりが何になるんじゃないかなと勝手に、もちろん私カードゲームというのは何も知らないんですけど、そういうことを家でモワモワと妄想しまして、その妄想はもしかしてこれからバーンと打ち砕かれるかもしれないんですけれどもそういうわけでですね、今日カードゲームの基本ということでお伺いしたいんですけれども、はい、これを聞いてご覧になるのに多分ふさわしい方は今電車の中とか渋谷駅のホームとかああいうテレビとかでバンガードうんたらかんたらってやってて、はいはい、何のことだかそんなにわからないという程度のですね、カードゲームテレビでね、はい、何も知らないカードゲームの
何もカードゲームについて何も知らない方のためのカードゲームの基本ということで、お話しいただきたいと思います。わかりました。すみません、ちょっとネットに書き込みますのでですね、まずカードゲームとはというあたりをですね、カードゲームを何も知らない、視聴者の方にぜひお話しいただきたいです。そうですね、だからカードゲームっていうと、まあ、もちろん皆さんご存知なのはいわゆるトランプカードというのがありますね。それから例えばそうだな、有名なところだと UNO みたいなゲームがありますよね、はい、いわゆる固定のカードを使うで、まあ、トランプはトランプのカードでいろんなゲームができますけれども、はい、カード自体が変わるわけではないですよね、はい、で UNO はご存知の通りそのセットワンセットのカードをみんなにこうカードを配って遊ぶ、はい、そういう固定型の、まあ、ゲームなんですけれども、はい、今例えばさっきバーバラさんがコマーシャルの最近まあたくさんやってます、はい、例を挙げたヴァンガードですとか、はい、そういうものをはじめとする最近まあ子どもたちから実は大人まで、はい、結構流行っていますところのトレーディングカードゲームというのは、はい、それとはちょっと違いまして、はい、トレーディングカードゲームというのはカードを自分で選ぶんですね。例えば、私の知ってるトランプとかウノっていうのは、はいはい、揃ってて当たり前なんですよ、はい、そうです、はい、でそのセットを買ってきてというところから、はいはい、まあ、始まる、まあ、買うのは始まりは同じなんですけれども、はいはい、ちょっと違う。違います、はあ、デッキという言葉がありまして、デッキというのはか、まあ、カードの束というような意味ですけども、はいはい、ゲームに使うためのワンセットのカードの束を、まあ、デッキというんですが、はい、大体50枚とか60枚とか、はい、それぐらいの数を、まあ、一束にしてゲーム用のカードにするわけなんですけども、はい、そのカードのチョイスは、はい、プレイヤーが考えるんです。つまりその束の中身は、はい、プレイヤーが選べる。そうです。例えばこういう組み合わせにしようかしらみたいな。その通りです。例えば一番分かりやすいのは、そうですね、だから、まあ、すごい大雑把なひどい言い方、ひどい言い方って言うんですけど、簡単に言っちゃえば、要するにカードゲームっていうのは、カードゲームってそのデッキ同士で、まあ、戦うわけですね、はいはい、デッキを武器にして戦うわけなんですけども、じゃあこれ、デッキっていうカードの束が、はいはい、軍隊における軍の編成みたいなものですか。そうですね、とかと思っていただいても構いません。だからいろんなカードゲームで、もちろんそのカードゲームの世界観に沿った設定というのはあるわけですけれども、はいはい、まあ、大雑把に言ってしまえば、要するにその自分のまあ武器であるとか軍団であるとかというものをまあカードの形にしたものがデッキ。あ、すみません、ちょっとマイクなんですけど、はいはい、ちょっと失礼します。こうつけていただきたい。失礼。あ、じゃあこうか。んこうつけていただきたい。はいはい、はい、OK ですか。それで例えば、まあ、いろんな、まあ、軍隊とおっしゃったから軍隊に例えますけど、いろんな軍隊があるわけじゃないですか。例えば戦車がすごく強い軍隊、はいはい、いわゆる機動部隊、機動部隊の、はい、あるいは歩兵がすごく強くて、すごくいろんなところへこう細かいところまで入り込むような、うんうん、あるいは飛行機が強くてブーンと飛んでてバーンって落っこすみたいな、いろんなタイプの軍隊あるわけですよね。ありますね。それと同じように自分の好みのタイプの戦略に基づいてカードの組み合わせを考えることができる。でそのためのカードを、まあ、バラバラに買ってくるわけなんですね、はいはい、まあ、例えば、ええ、じゃあ使えるデッキの枚数が、はい、例えば50枚で決まってたとする。はいはい。で実はカードゲームのカードは100種類とか200種類とかあったりするんですね、はいはいはい、もっとずっといっぱいありますね。そうですか。でその中でじゃあ俺はこの中で例えば50枚選ぼうとか、はいはい、そういう、あ、なるほどね。いや、実は一昨日話聞いた時は、うん、そこまで分からなくて。あ、そうですか。軍の編成を決められるんですね、うん、決められます、まあ、数は多いけど例えばファイナルファンタジーで4人いて、うん、それでその編成決められるとか、はいはいはい、スーパーロボット対戦でこいつは使わないけどこいつは使うみたいなのがあるじゃないですか。それに近いような雰囲気。近いでしょ、はい、あ、なるほど、すごい分かりやすいです。まあ、まあカスタマイズとか、はいはいはい、まあ、デッキ構築とか言いますけれども、はい、まあ、そうやってその自分の戦い方あるいはまあ自分が強いと信じる、はい、戦い方ができるカードの組み合わせを、はい、自分で自由に組み合わせて作る、はい、そういうことができるのが
あの固定型ではなくていわゆるトレーディングカードゲームというカードゲームですね。でトレーディングというのはつまりあの交換するという意味ですから、みんなで、まあ、プレイヤー同士が例えばカードを交換し合って、はい、俺はこのカード欲しいんだけど君このカードと交換しないって言ってこう交換してもらったりしながら、はい、自分の好みのカードをどんどん集めてデッキを作る、はい、それがトレーディングカードゲームというゲームの基本。まず、そのデッキを私的に仮に軍隊の軍とするならば、はいはい、それをなるべく強くする。そうですね、まあ、強かったり速かったりなんていうのかな、自分の戦い方に合った軍をまず作る、うん、はいはい、ということが必要というか、必要というか、まあ、あのだから50枚束ねないととりあえずゲームになりませんから、はいはいはい、あのゲームをするために最低そのカードの組み合わせを作らなきゃいけないわけですね。まあ50枚なり何枚なり集めて、はいはいはい、まず軍を編成しないと話になる、軍団を編成するカードのデッキを作る、はい、それはどうやって集めるんですか。まあバラで買ったりセットも売ってたりみたいな。はい、セットも売ってますね。まあスタートパックとか、はい、トライアルデッキとかいろんな商品名がありますけれども、はい、その、まあ、もちろんカードの編成の仕方には一定のルールがあります。例えば一つのデッキには同じカードは4枚とか3枚までしか入れちゃいけないとか、だってものすごく強力なカードをドバーって入れればいいっていうようなルールだったらそれで終わっちゃうわけじゃないですか。あ、じゃあミリタリー的に言うと全部戦艦ヤマトとか、それはできない。ダメで、でもそんなことしたら全部戦艦ヤマトだったらじゃあ補給はどうするのって話になるんです。そういうことですよね、うん、あの全部ガンダムだと1機ぐらいミディアがないとみたいなという話にね。そういうことなんですよ、まあ そういうそのちゃんとバランスを考えて、はい、まあ、デッキを作るわけなんですけども、うん、で構築済みというデッキ、まあ、50枚とか40枚とかちゃんと戦える形になったデッキというのも売っています。それは、はい、まあ初心者の人とか、うん、あのまあ、これからゲームを覚えたい人とか、うん、そういう人はまずそういうセットを買って、うん、で、まあ、ルールを知ってる人と一緒に遊んでみて、うん、まずそのゲームのルールを覚える、うん、でゲームのルールを覚えているとだんだんその出来合いのデッキだとそのつまんなくなってくるわけですね。俺はここでこうしたいのにっていうのができないわけですよ、はいはいはい、例えば、まあ、持っているデッキが、うん、その例えばドラゴンがガーッと戦う、うん、相手を焼き尽くすようなデッキだったとするじゃないですか、うん、はい、そうじゃなくて俺はこっそり潜り込んでブツッと刺すような忍者が活躍するみたいなデッキで戦ってみたいんだとか、うん、あるいは逆にその騎士団がずらっと並んでドーッと突撃するようなデッキで戦ってみたいんだとか、うん、そういうその自分の好みが出てくるわけです ね、 なるほどね。そうなった時にはこのデッキを取り替えたくなるわけじゃないですか、うん、カスタマイズね、はいはい、カスタマイズ、はい、で、その時にはその構築済みデッキではなくて今度はブースターパックと呼ばれている、はいはいはい、大体まあ5、6枚から8枚ぐらいのカード、はい、いろんなカードバラで入っている、うん、そういうパックを買ってきて、うん、で、まあ、それをこうやってむしって、うん、中から開けて、うん、でその出てきたカードからその自分のもう好きなカードを選んで、中は、中身は分かるんですか。分かりません、バラバラです。ブラインド、ブラインドでございます。触ってもさカードは分かりませんもんね。それをやるとものすごく怒られます。分かるんですか。ちょっと分厚かったりすることは、まあ、いわゆるそういうのサーチ行為っていうんですけど、うん、あの厳密に言えば、うん、それはぐちゃぐちゃにすれば、うん、なんとなく摩擦係数が違ったりとかですねするわけですよ、もちろん。なるほどね。でもそんなことしたらそれパック商品じゃなくなっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、ぐしゃぐしゃにされちゃうんですよ。業界ルールとしては、うん、まあ、業界ルール前から取るみたいな、うん、そうですね、うんうん、まあ、前から取るじゃなくてもいいんですけど、まあ、自分でこうやって選んだっていいんですけど、一回掴んだものは変えてなるだけそういうことですね。それは普通にどこのお店行ったってこんなツンツンしたものをそのまま魚だってこうやってギュッてこうやって押し付けて、あ、腐ってねえやって確認したものを買わなきゃまずいでしょ。そうですね、あの、うん、桃つつかないでくださいみたいな、そう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 、黒くなっちゃいますからみたいな同じことです。なんかコメントでネタカードっていうお話が来てますけど、個人的愛着で入れたい。あ、はいはいはい、ネタカードですね、はい、まあありますね。例えばあのキャラクターもののカードあるわけですよ。美少女ゲーム、美少女のカードとか、はいはい、美少女ゲームのカードとかだったら、例えば何々ちゃん萌えとか思っていたら、うん、そのカードが活躍できるようにデッキを組む、うん、ファンデッキとか言われますけど、はい、ファンっていう、まあ、要するに、ね、誰々のファンのファンデッキだったりするんですが、ね、そういうようなこともできる。
なるほどなるほど、例えば、すいませんね、何でもミリタリーに例えてあれなんですけど、普通の多分、はい、ぬるい人は、はい、戦艦ヤマトを中心に組んだりするんですけど、多分業界的には、はい、フソーを中心にとか長門を中心にとか、逆に空母を中心にとか、そういう組みたい人がいて、あの空母中心だったら機動部隊を敵にとか、そうそう、まあそれが美少女なだけで、だこのなんとか単を大活躍させたいから、あの信濃丹を活躍させるためには空挺部隊をたくさん用意しなきゃいけないとか、そういうことでございますね。じゃあ、いろいろ戦い方とか集めるカードにもこだわりが出てくる。そうですね、出てきますね。だから、あの例えばカードにはまあいろんな種類の中のものの分け方があるんですけども、はいはい、例えば割とポピュラーなのはその色分けがされてるっていうケースが、色分けですね、はい、青とか黒とか白とかっていうそのまあ仲間分けされていて、例えばまあ黒は例えばあの墓場からゾンビが蘇ってくるようなカードが入っている、全体のイメージとしてはダークな感じだから黒とか、逆にその太陽の力を借りてとか、あの白き天使が舞い降りてとかっていうイメージだと白いカードになったりとか、あ白い袋に入る、そういやそうではないです、だから 白属性ですね、あ、うん、1枚のカードにの中にその属性があって、そういうグループ分けがされてるんです。ああなるほどね、うん、あの織田信長が、織田信長って、ロシアの騎兵がですね、はいはい、あの中隊ごとに馬の色変えたり、はいはい、馬の毛並みの色変えたりするんですけど、はいはい、まああのま、馬の毛並みの色は単に毛並みの話ですけど、なんか白、私すごい乏しい知識で話してますけど、白魔法系の相手組みたいとか、はいはい、例えばそういうことです、例えばね、はいはい、黒魔法系とか、うん、もしくは、肉体系のとか、そうそうそう、そういう感じなのかな、それが色で、色ごとに割とその大雑把に分かれてたりするんですけども、はいはい、だそういう色にこだわってデッキを組んだりとか、はい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 、そういうことはしますね。一つのカードゲームの中に、はい、その色とか属性みたいのは何種類ぐらいあるんですかね。だいたい5種類とか6種類とかが多いと思いますね、はい、うん、だいたい大雑把にて、もちろんもっと細かく分かれているものとかもありますし、あるいはその色とかは関係ないものもありますけれども、まあだいたい5、6ぐらいで分かれているものが多いと思いますね、うん、あのなんていうかこう大変色気のない話をさせていただきますと、あのなんていうかそういう、まあ、これからカードそのシステムでちょっと軽く詳しくお話しいただくんですが、はい、あの最終的にはカードをいっぱい集めてほしいというメーカー側の仕枠を、こう仕枠がそれはあるんだけど、それはもちろんあります、あるんだけど、それはあのなんていうのかな、いかにこう楽しく集めてもらうか、そしてそれを楽しく使ってもらうかという、 そうですね、ところがビジネスとしても多分カードゲームの基礎なんですけども、今のお話聞いてると、はいはい、それを忘れてしまいますね。でまあ、なんていうか、それでデッキを色に合わせて組む、はいはい、色っていうか好みに合わせて組む、はい、あのさっき白系だの黒系だのって話ありましたけど、はいはい、あのもちろん混ぜこぜでも構わない。そうですね、まあ、混色デッキとか言われますね。ああ、いや普通はどっちがポピュラーなんですか、属性揃える方がポピュラーなのか、外す方がポピュラーなのか、まあ、いろんなゲームがあるんですけれども、例えば赤いカードを使うためには赤いエネルギーを出さなきゃいけなかったりするんですよ、はいはいはい、その、まあ、エネルギーを出すカードがあったりとか、うん、そのカードをその分その捨てたりとかいろんなことするんですけれども、うんうんうん、で赤いカードをそのできるだけ効率的に動かすためには赤がいっぱい入ってる方がいいわけじゃないですか、はい、だから全部真っ赤だとそのエネルギーの色が足りなくてそのカードが動かないっていう心配はしなくて済むんです、はい、そうですよね。その代わり赤だったら、例えば赤がその炎のデッキだとしたら、はい、それは水にあるいは氷に確実に弱いということになっちゃうんですね、はい、で赤いデッキと例えば青が氷のデッキだとしたら、青とぶつかった時に赤が確実に負けてしまう、うん、それを防ぐために赤に他の色を乗せる、うん、白とか黒とか、うん、あるいは青を入れてみたりとか、うん、そうやって組み合わせてその一つの
そういう相性だけで負けてしまったりしないような工夫をするというようなことがあったりする。じゃあ、放火魔と消防署長を、はいはい、消防署長を一緒に行かせるそういう感じで、対策的にはそういうことですね。まあそういうことですね。まあそうですね、なるほどね、うん、じゃあだから一つの色だと要するにどっかの色だけ強いっていうふうにするわけにいきませんから、そのそれぞれの色にはそれぞれ特徴があるわけで、はい、でその特徴はお互いにそういうその相反関係にあったりするわけです、うんうん、でプレイヤーの側はじゃあこれとこれを組み合わせれば、うん、まあ、割と平均的にいろんなカードに対応できるなとか考えながら、うん、そのカードの組み合わせを考えるんですね。あ、なんか、ええ、まだ対戦してもいないのに、はいはい、楽しく思えてきました。あ、それはとてもいいことです、はい、なんか要するに軍をカスタマイズできて、うん、でこうまだ対戦のルールを全然お伺いしてないんですけど、はいはい、あ、これぞ俺のみたいな、そうですね、そういうのを、そうですね、マイデッキですね。で、はい、ある程度決まったら、うん、やっぱり変えたくなって、ええ、ちょっと模様替えするかみたいな感じにもなったりするんですね。もちろんそうですね。で、ちょっとお伺いしたいんですけど、その、まあ、デッキ揃いますよね、はいはい、で、その一つのカードゲームが売り続けられる期間、ビジネス的に、はいはい、っていうのは何年何ヶ月ぐらいなんですかね。いつかは製造中止になるわけじゃないですか。もちろんそうですけど、例えばですね、うん、まあいわゆる TCG の元祖と言われているマジック・ザ・ギャザリングなんかは確か1900何年ですかね。マジック、MTG と言われてましたけども、はい、ここにありましたね、ものの本によりますと1993年のスタートです。1993年、はい、随分前ですね。です私まだ大学生でございます。そうですね、はい、でマジックについてはまだっていうか今後も多分ずっと続きます。じゃあ、ね、なんていうか、業界における将棋かオセロかチェスのように、そうです、だから一番長いということですね、まあ、じゃあ元祖にして現在続行中。例えば、またビジネス的な話で申し訳ないですけど、はいはい、種類もいっぱいないとそれだけ長くできないと思うんです、はい、それだと、はいはい、全部のカードの枚数って何枚ぐらい、カード、要するに一つのタイトルのカードのカード、そのマジックに関して何枚ぐらい、例えばですね、大体でいいですよ、別にこれは大したい、もう多分何万種類なんですけど、はいはい、遊戯王っていうゲームあるじゃないですか。遊戯王知ってます、あれ多分ね、遊戯王もカードゲーム、もちろんトレーディングカードゲームですね。いや、私さっきちょっとびっくりしたのは、はいはい、コメントでポケモンの話ちょっと出てて、はいはいはい、ポケモンカードゲームですね、はい、あれもカードゲーム、カードゲームあります。あれ W をうちの娘がこんなもらってきて、はあはあ、まあ使わないんだけどうちゲームしないから、ね、こう見て楽しんだりてて、あ、はいはい、コレクションとして、うん、可愛いイラストのカードとして集めてコレクションとして楽しんでる人もいますよ、うん、ちなみにポケモンカードゲームで余ったカードを海外に持ってって、はい、なんかの旅にあげると、はい、向こうは死ぬほど喜ぶらしいですね。すごい喜ぶらしいですね、はい、なんかね、あはーみたいな、じゃあポケモンいいですね、今の子たちって国際的に通用するコンテンツありますからね。そうですね、ピカチュウの声は世界中どこ行ってもピカチュウの声だそうですから。あ、ピカチュウって言ってる、ね、うん、あれは同じだっていう話は何かで聞いたんですけど、声優さんも同じという話はどこから聞いたような気がします。で、遊戯王ですけどですね、例えば遊戯王は確かもう50何段まで出てるんじゃないかな、ブースターパック、段っていうのは何ですか、はい、さっき言ったその、はい、後から追加カードを買ってくるんですけども、はいはいはい、それが1回に大体、まあ、1段パート1、そうです、パート1パート2、それパート1につき何枚ぐらいカード、まあ、物によりますけどもやっぱり100枚以上ですよね。あ、それがもう50、なんだ、私ね、遊戯王についてはいまだに覚えてるんですけれど、私当時神楽坂に住んでまして、はいはい、で東京ドーム近くのヘンプロさんと仕事したんですよ、はいはい、で神楽坂からそこまで自転車で行けるんですよね。で自転車でこうキコキコ走ってたら、うん、突如、うん、東京ドームのところで、はい、
お母さん子供のワンセットがぎっしりで、はいはい、全く自転車が来なくなってしまって、はいはいはい、これは何があるんですかって聞いたら、遊戯王のカードを配るんです、はい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 、そんなこと、まあ、ごめんなさい本当失礼ですそんなことのために遠くからあの親子連れが炎天下、はい、こんだけ来るのかと、東京ドームですよ、でね、もう全く自転車動かないんでしょうがないから別の道から行ったっていう、そのカードというのはトレーディングカードゲームの、ね、多分なんか遊戯王のトレーディングカードゲームだと思います、あのスペシャルカードかなんか、はい、そうですね、だからその会場でしか配られない、まあ、PR カードとか言われますけども、プロモーションカードですね、はいはい、親御さんも大変だなとか思った覚えが、ね、ありますけれど、またすごいのはね、人が来すぎて配るの中止になったらしくて、ああはいはい、あ、そんな事件もありましたね、また大変みたいな、また気の毒なと思ったりしたんですけど、まあ、それだけ子供夢中になる、そうですね、子供だけじゃないですけどね、うん、大人もですけど、大人っていうか、まあ、大きいお友達ですちょっとしたそのちょっと人気のあるカードゲームだったら、例えば1000人1500人の大会なんてザラですから、まあ、ザラって言ってもそんなにその、まあ、あの大人気のカードゲームがそんなにたくさんあるわけではないですけれども、でもやっぱりその競技人口は、まあ、それぐらいの人が集まるよというお話ですね、はいはいはい、いや本当にあの身近にね、カードゲームをやる方っていうのは、はい、日田さんしかいなくて、あ、そうなんですか、だからもう私としては最初にお話ししたように、はい、もうカードゲーム、自分で同人カードゲームを作りたいという願望があるので、はいはいはい、ぜひいろいろお伺いしたいんですけど、あの私の周りに全然いないっていうのは、あの、うん、カードゲーム文化圏っていうのはどの辺にあるんですかね。すごい世代的な問題がある、問題じゃないんですけど、世代の問題だと思いますね。あの最初のだからマジック・ザ・ギャラリングが、はいはい、だから1990年代の真ん中から後半にかけて日本に入ってきた時に、はい、あ、まあ、トレーディングカードって最初のブームが来るわけなんですけども、はい、その時はまずその大人の遊びだったわけですね、うん、あの輸入ゲームですから全部英語ですから、はあ、知的ですね、まあ、知的というか、まあ、本当に当時だからそのテーブルトーク RPG という遊びがありまして、はいはい、そのまあ、みんなでそのファンタジーヒーローごっこをする、お話しながらそういうごっこ遊びをするというような、テーブルトーク RPG っていうのは名前だけ聞いたことあるんですけど、はいはい、あれはカードは使わないんですね。そこが微妙なんですけどね、あの固定型のカードゲームみたいにカードを使うことはあるんです。でも使わないのもある、うん、使わないのもあります。ていうか使わない方が多分多いです。じゃあかなり知的な遊びですよね。そうですよ、うん、だごっこ遊びって言いますけれども、だからあのそれを大の大人がもちろんやるんですね。そうです、ええ、すみません、そういう文化圏になんか別にこのゲームをバカにしてるわけではなく、ええ、わかります、ええ、あのそういう文化圏になかったもんね、ええ、触ったことがない人はあのみんなババラさんのような反応をします、はいはい、ええ、でもこうグループ SNE とか、はいはいはい、あのそのテーブルトーク RPG を、はい、いわゆるリプレイ集って言って小説にして出したのがそもそもロードストー戦記。そうですね、ロードストーになりましたね。でそれがメガヒットしたわけなので、あのビジネス的なことにこう嗅覚をこう何したい私としては、うん、もう無視はできないんですが、はいはい、あのカードがなくて口だけでやる。そうですよ、テーブルトークはね、はあ、だからテーブルトークっていうんですね。そうです、うん、本来だからロールプレイングゲーム、ロールプレイって要するに、まあ、あのお芝居をするとかっていう意味ですけれど、英語的には相当知的なゲームですね。そうですね、うん、ただその知的って言ってもそのやってることはまあごっこ遊びといえばごっこ遊びですから、そういうと非常にこう、ガクッと落ちるんですけど、ただルールがねとても厳しいし、うん、そのお約束をちゃんと守ってやらなきゃいけないですから、はい、うん、まあ、とにかくそういう、まあ、テーブルトーク RPG というものがあって、そのファンタジーの世界で遊ぶみたいなものが、はい、その一定のファン層を、まあ、掴んでいたわけですね。ところが、うん、テーブルトーク RPG ってすごい時間がかかるわけですよ。なんですか、うん、1回のセッションに例えばなぜ時間がかかるんでしょう。だってぶっちゃけて言えば、はい、
町から山に行ってドラゴンをやっつけましょうって言ったら、はい、町で買い物して、うん、仲間集めて買い物をして装備をして、うん、場合によっては道場に行ってちょっと力をつけてから、ずっとその道をたどっていってドラゴンのところまで行ってさあドラゴンと戦って激闘の末ドラゴンを倒すっていうところを全部口立てでやるんです、はあ、それは小説になりますね。なりますでしょ。なるし、なるし長いです、ね、長いでしょわかりますよね。分かります。そういうことなんです。分かります。だからで、カードゲームの場合はそれをみんなありもんで、ありもんっていうか そういう雰囲気、例えば一番楽しいのはやっぱり戦ってるところなわけですね。ですね、うん、その簡単に言っちゃえば、簡単っていうか大雑把に言うとその戦闘シーンのところだけ切り出して、うん、じゃ バトルだけ楽しんでみようっていうような発想が多分最初のところにはあって、はい、でだから最初にそのマジック・ザ・ギャラリングっていうゲームはそういうテーブルトークゲームとかファンタジーのファンに向けて、うん、売り出されたゲームだと言われていますね、うんうん、でだから最初のところで例えばいわゆるドラゴン、うん、剣と魔法の世界とかっていうものから、うん、まあスタートしているものの一つではあると思いますね、コンテンツとしては。なるほど、はい。で、だけど、剣と魔法だけではなく、話は今いろんなカードゲームがある。そうですね、そうですね。だからまあもちろんそのマジックはまだ続いていますし、それと同じようにそのファンタジーのオリジナルの世界観を持っているゲームというのはいくつもあります。はい、はい、まあ、名前を挙げることもできますけども、うん、まあ、例えば最初の方でババさんが言っていたヴァンガードもその一つですし、うん、あるいはそうですね、モンスターコレクションは先ほど名前が出た SNE がずっとやっていて今も続いているゲームですけれども、和製の TRPG としてはオリジナルの TRPG、 違う和製のそのトレーディングカードゲームとしてはかなり長い歴史を持っているんですね、はい。いや、奥深いですね。そうですね、なんだかんだ言ってもだから十数年20年近い歴史のあるものですから、それなりに遊びとしては練れているものですね。でデッキを集めるっていうのだけでなんか私大変楽しそうな感じになってたんですけども、はいはいはい、ちょっと軽く5分ぐらいで大雑把な遊び方をご紹介いただきます。いろんなものがあるんですけれども、まあ、大雑把なこう感じで、そうですね、一番分かりやすいのは、はい、トランプで戦争っていうゲームありますよね。知ってます？パッパッと出して1、2、3でカード出してカードの大きい数字の大きい方が勝ちっていう、うんうん、ゲームありますね、はい。一番簡単に言っちゃうとあれに近いんです。はい、はい、どっちが強いかっていうゲームですね。ほとんどはその対戦型のゲームですから、そうやって一回一回 その勝負をして、で最終的に例えばダメージが何点になったら負けとか、手札っていうか山札がなくなったら負けとか、いろんなその勝負の判定の仕方はありますけれども、うん、そうやって力比べをして、でまあ、勝ち負けを決めるというゲームが一番多いですね。次に何を出すかは選べるんですか？そうですね、だからトランプの例えばポーカーで持っているカードの中でどれとどれを捨てて何枚引くかっていうのは自分が選べるじゃないですか、うん、それと同じです。戦略は自分が考えることができます。はい、はい、じゃあ心理戦、はい、はいはいはい、心理戦というかだからセオリーってやっぱりどんなゲームでも当然出てくるんで、はい、うまくそのセオリーに乗っかって、うん、まあ、複合技コンボって言いますけれども、はい、そういうカードのコンボを決めれば大きなダメージを相手にバーンって与えられる。勝ち負け勝敗の基準は、はい、ゲームによって違う、いろいろあります。はい、はいはい、私今話を聞いてて思い出したのが、はい、さだまさしさんの話を思い出して、はあ、彼らがよくこうコンサートツアーもあるじゃないですか、はいはいはい、その中で一番流行った遊びっていうのがバランス相撲って遊びがあって、まあ、要するにおもちゃのはかりがある、ええ、横綱から十両まで駒が何個かあるんですって、はいはいはい、でせーので出す、で重い方が勝ちなんですって、ええ、で最
初に相手が横綱を出してくるなら 横綱を当てないと引き分けにならないけど、こう小結びを出してきたのに横綱を当ててはもったいないみたいな、はいはいはい、そういうだからこう大きくなると重くなる、はいはいはい、っていうのがあったっていう話聞いてたんですけども、まあ、それに近い心理戦ていうか、まあ、そういう心理戦とか駆け引きっていうのはね、あの、はい、いわゆるゲームと言われるものは、まあ、そこが全部あるわけですから、うん、戦略を立てて、でその通りに自分がちゃんと行動させられるかどうか、うん、でカードゲームの場合はそれがちゃんとその筋道通りに動くかどうかというのは事前にそのデッキに仕込んでおくことができて、うんうん、でそれがうまく動けば勝つよということです、うん、まあ大概その思った通りには動かないものですけども、次に出すのは、はい、手出すのは選べる、まあもちろんそうです、はい、はいはい、じゃあ ずらっとやって選ぶけど、はいはい、あのでそのルールが結構今では複雑にだからいろんなルールがあるということですね、はい、ゲームごとに、はいはいはい、で最終的な、まあ、達成目的というのは、はい、ゲームごとにいろいろあると思うんですけど、ええ、例えばいくつかその達成だからここになったら勝ちとか、はい、こうなったら負けとか、はい、そういう基準ちょっといくつか例を教えていただきたい。そうですね、それはさっきも言ったように、はい、例えば、相手を攻撃します、はい、で相手はそれを守ろうとしますね、はいはい、でもその守ることに失敗する、あるいは守ることができなくて、うん、その攻撃が貫通してしまいます、うんうん、そうすると、まあ、いろんな例えがありますけど、要するにプレイヤーが例えば6点なら6点という点数を持っていて、うん、それで1点バサッと削られました、うん、まあライフが1個減ったみたいな、はい、ライフが1個減った、うん、でそれでそのライフが0になったら負け、はいはいはい、というルール、まあ、これが一番よくあるものですね、うんうんうん、でこれの他に例えばそのいわゆるじゃんけんにおけるサンマみたいなですね3回負けたら、はいはいはい、3回負けたら、うん、そうです。あとそれの他に例えばデッキがあって、うん、まあ、50枚っていうデッキがあるわけですけれども、はい、例えばその攻撃を受けたり、うん、一定の何か条件が成立するためにデッキをから山札を何枚か捨てるっていう決まりがあって、うんはい、どん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 そのライフが、まあ、今度はそのデッキのカードがライフゲージになる、うん、あでどんどん削られていって、うん、ゼロになったら負けであるとかっていうのも大きなというようなルールもあります。なんか、ええ、北さんって以前北さんの編集させていただいた、はいはい、正解の文章ガイドブックでしたね。さっきの赤井さんとちょっとお仕事させていただいた、はい、そうですね、はい、その本を読んだ時もそうですけど、ええ、すごい知らないものを面白く解説するのお上手ですよねなんか私やってもいないのにすごいやりたくなってきましたもん、ええ、だってゲームの攻略本とか書くのが本業ですから。ええ、でも攻略本でも別にやりたくならない攻略本もあるじゃないですか。まあそうですね、っていうかモチベーションがある人に向けて作られるデータ本みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、もう花からやる気があってもうやる気満々な人がもっと強くなるために、うん、その読んでもらう本っていうのはあるわけで、ポケモンの本ってこんな厚くて、うん、字がこんなちっちゃいのに、うん、娘が全部暗記してるんですよね。サッカーゲームの本とかもっとすごいですよ。あ、そうですか、うん、あのね、悪いけどうちの娘に言いたいのはね、ええ、そんなくだらんことに頭使う暇があったら以下ご想像に任せます的な言いたくなるんだけど、だってポケモンのカードすごい言えるわけ、ええ、お前それだけ以下省略みたいな、はい、みたいな、はい、でもそういうんじゃなくて、ええ、私本当思うんですけど、新しいファンを増えなきゃ、はい、ビジネス的には終わりだし、まあ、ゲームとしても終わりじゃないですか、まあですね、ビジネスもそうだし、ゲームとしてもプレイヤーがゼロになったら、はいはいはい、1になったら終わりですよね。そうですね、うんはい、1になったら対戦相手がいませんから、はいはい、それで終了です、うん、だからそれは僕がお世話になってる某社の社長さんもよく言っておられますけどね、はい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 、2人プレイヤーがいれば、うん、誰かプレイヤーまた新しい人呼んでくれるかもしれないじゃないですか、はいはい、お友達と呼んできて、うん、一緒に遊ぼうぜって言って、2人だとこれが4人になったり、うん、6人になったりもっと増えていったりする可能性があるんですけど、うん、1人がどっちかが辞めてしまうと、うん、もうこれで終了なんですよね。ここから増えないですから、はいはい、ライフは2ないとダメなんですね、ええ、最低カードゲーム的には。そうですね、うんそうですね、うん、ライフは2ない、2やると可能性が広がる、うん、1だともう1回2にしなきゃいけない。なんか
パソコンのライフゲームみたいですよね。ああライフゲームってあのプチプチと増えていくやつ、はい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 、あれ大好きでね、あの、ですね、ライフゲームって分かんない方のためにご説明しますとですね、あのパソコンの結構初期からあるライフゲームというジャンルがあって、マスのうち2つ別のマスが1個のマスが生き物として、それが2つ接していれば維持で、3つあると子供が生まれて、4つ囲まれちゃうと肩で死んじゃうみたいな、 それで勝手に増えたり勝手に減ったりするんですけど、すごいこれもファンが多くて、私も大好きでよく iPhone に入れてやるんですけど、うちの娘がね、でどういうゲームなのって言うから、見てるだけのゲームよっていう、まあまあそれはいいとして、まあだから、2は必要なんですね、あのカードゲームには。まあそうですね、だから対面で遊ぶという条件であればということですね、はいはい、今オンラインでやるカードゲームとかもありますから、でもそれだってプレイヤーは2人いないとゲームは成り立てませんよね。わかりました、はい、あのね、私今思い出したのはポストペットの話で、ああはいはい、ポストペットって要するに皆さんもご存知かと思いますけれども、そうお手紙を送り合う、うん、ゲームなんですよね。そうですね。で、まあ、お楽しみ。2人いないと成立しないんですよ、うん、しないですね。でだからソニーはセットで用意したんですね、2つ赤白で、あ、はいはいはい、1個買うと2つついてくるからお友達にあげてください、はい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 、やってましたね、はい、私その戦略取りますよもう2セットで売る、これは正解でしょ。実はそういうことしてるところはあります。いやいや、だからでもそうするとライフが2つ生まれるわけです、はい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 、だからそれってとてもまあカードゲームに限らないんですけれども、遊びを提供するときにはとても大事なことだと思うんですよね、はい、まあ、一人で遊ぶのも楽しいですけども、うん、同じことをやってくれる友達がいるっていうのは、その、うん、遊び自体だけではなくて、ここでこのコミュニケーションが面白いのであって、うん、コミュニケーションツールに、カードゲームっていうのはものすごくそのいいコミュニケーションツールで、うん、どうしてかっていうと必ず相手人間ですから、うん、まあ、もちろんコンピューターとやることだってできますけど、コンピューターとやるカードゲームなんてちっとも面白くないんですよ実際、うんうん、でもちろん人間が相手で、同じデッキを使っても違う戦い方をしてくる相手がそこにいるということが一番面白いわけですね。でその遊びというのは、遊び自体点数を競うだけではなくて、そこに誰かと話をする、ニコニコ笑う、時に怒る、わめく、まあまあってなだめたりする、これが楽しいわけであって、まあゲームの最低のルールっていうのは、うん、負けても怒らないってことが最低ルールですな。いや、うん、そろそろまとめに入りたいと思うんですけど、はい、いやでも聞いてて、はい、すごいやりたくなってきました。あ、それはとても多分ね、これ聞いてくださってる、見てくださってる方もやりたくなってきたと思うんですけど、はい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 、いやまあこれは俺の、戦艦ヤマトゲームロードということで時々またお話いただきたいんですけど、なんていうんですか、いやすごい、そのデッキを組むっていうことがそんなに、要するに俺ハーレムなんでしょこのデッキは。だから女子ゲーだったらそうなっちゃいますね。例えばタイガー戦車、はい、戦車対決だったら、はい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 、タイガーばっかり集めてもいいし、うん、そこにこうでっかい反則的なドーラーとか持ってきてもいいし、はいはいはい、うん、マウスみたいな、そうそうそう、ちょっとちっちゃいんで、もしくはでも結局ドーラーはでもやっぱ動きが鈍いよねとかっていう、そうそうそう、1回打ったら動けなくなっちゃうよね、次に打つのに1日かかるとか、そう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 、だからそうす、でも多分、うん、すいません、分かんない人は全然分かんなくていいんですけどていうか僕がかろうじて分かってよかったなっていう感じなんていうか、でもまあタイガー戦車とかゼロ戦とか、いやこれはね、多分でもミニタリーのカードゲームってあるんですよね。商品化されてるものがあるかどうかわからないですけど、僕は見たことはないですけど。そうですか、じゃあもしかしてビジネスモデルとしてどっか持ってってもいいんですかね。わかんないですけどね。だから世界中にどんな数、どんな種類のカードゲームがあるか僕は全部把握してるわけではありませんし。ちなみにこの間コミケで、うん、隣で、はい、ゲーム、同人ゲームミリタリーの売ってた方がいらっしゃいまして、はいはい、
なんていうのかな、ずいぶん人気があるようでした。どうですか、あのヘックス型のやつですか。ではなく、分かんないです。ちょっとただ売ってるお話を聞いただけなんで、物は、うん、ただあのちっちゃい紙細工で、はいはい、あの戦車とか作ってあって、なかなか可愛いんですよ。なんだろう、ちなみに反対側の隣はね、あのボール紙で作る甲冑っていう、ボール紙で作る甲冑の型紙で、あっという間売り切れですよ。あ、それはね、現物展示してあるんだけど、すごいかっこいいの。クラフト系はね、人気ありますからね。で、なぜそのど真ん中にうちがって感じなんですけど、あの、まあ、うち多分ね、結構人、お客さん来るんで、多分そういう何かと。でもすごいね、隣の型紙欲しかったんだけど、気がついたら売り切れてて、まあまあそれはいいんですけど、あの、いや、話聞いてたら、例えば海軍系なら戦艦ヤマトとか揃えるゲームとか、あの空軍系だったらゼロ戦揃えるゲームとか、あのもしくはリアル、あのシミュレーション系だったら、あのなんていうか、例えばハワイ海戦とか、うん、多分できたり。いや、私が夢見ているのは、うん、ノルマンディー上陸作戦のカードゲームでずらー並べてっていう、うん、というとか、ええ、あの多分ね、想像してるうちが一番楽しいと思う。実際作り出したら結構大変な気がする。ね、カードゲーム開発するのはね、もうものすごく大変ですよ、うんうん、私もう絵師さん手配しただけで気がこうふーっとでも極端な、さっき言ったいわゆる、トランプの戦争って言って出すやつで、はい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 、それが基本なんですよね。一番単純な対戦型カードゲームってあれだと思います、うん、いや、はい、あのね、一つね、こうカードゲームを作るにあたって困ったなと思ってるのは、はい、なんていうのかな、一回カードを作っちゃうと後からゲームシステム変えられないから、バージョン変えるとき大変だなとはちょっと思います、ね、もちろんあの基本を変えちゃうのはそれは別のゲームだよねっていう話なんで、まあ、別に新しいゲームにしましたって言って出せばいいだけでしょうけど、うん、まあ、バージョンアップとか言えるんだけど、うんうん、同時になら大丈夫です、うんうん、商品でそれやると大ブーイングでしょうけど、あ、まあまあまあ同時ですか、うん、基本的にすりたいっていうのがあるんですけども、はいはい、カード作ってみたい、うん、いやいや、あのすごいなんかね、やりたくなってきましたあの、まあ、私は北さんに教えてとか言えるからいいんですけど、あのなんていうか、そういう集ま、例えば将棋だったら将棋会館に行けばいいわけじゃないですか、はいはい、なんていうの、将棋クラブ、はいはいはい、よく近く将棋道場とか、ね、そうそう、はい、行けばいいじゃないですか、はい、そういう対戦相手を探すっていうのも当然提供してるんですよね。ですね、カードゲームショップというのが、はい、まあ各地にありますし、東京だったら、うん、あの秋葉原、新宿、うん、はい、とか、あるいは実はその都内だったら点々とそのカードゲームの専門店っていうのはありまして、はい、まあ、専門店っていうか、要するにカードを扱っているお店というのがありまして、そこで例えば定期的にそのショップ大会というのをやってます、はい、お店ごとにその一応ちゃんとメーカーからの公認を得て、そのちゃんとメーカーからの商品としてそのプロモーションカードが出たりするような大会みたいなものをやっていたりします。例えば最初はそういうところに行って、まあ、まあもちろん大会出る前にいろんなお店に行って、そのお店の人に相談するとそのゲームのやり方を教えてくれたりとか、そういうのは割と気軽にやってくれるはずですから、あらゆる商売で言えることですけど、ええ、はいはい、あの、あらゆるそういうホビー系の商売で言えることですけど、はいはい、あのお客さんをキープするための何らかの努力をあらゆる商売でやってますね。例えば、うん、バイク屋さんだったら、はいはい、ツーリング大会するんですよ、はいはいはい、ええ、で私の知ってるところはうさぎさんチームとカムさんチームで早い人は先に行って待ってる、ええ、遅く出て、はいはい、で遅く運転する人は先に出るみたいな、そういうのとかね、いろいろ途中でこう、そう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 、うん、でフォローを、はい、あの買った後のフォローとして楽しみ方まで教えるっていうのは割とホビー系で、例えばミニ四駆だったら、はいはいはい、プラモ屋さんが主催するミニ四駆の大会みたいな、はいはい、まあ当然、ええ、なんかね、ラジコンだも同じことがあって、そうですね、だからカードゲームもそうですけど、だからカードだけ売ってもしょうがないんで、うん、だってカードを買ってその後そのカードがただ単にその試乗されているだけだったら、そこから何も発展しないし面白くもなんでもないですね。っていうか、それは別にトレーディングカードゲームにする必要はなくて、ただの、あのトレーディングカードでいいんですよ、うん、ゲームじゃなくて、うん、普
通 の, あの、まあ、昔からやる仮面ライダーカードみたいなものでいいわけで、うん、それをあえてゲームにしてるんだから、うん、ゲームを楽しむようにみんなで楽しみましょうというふうなシステムを作っていくのはもちろん各社さんされていることですし、特にだからその初心者講習会みたいなものっていうのは、うん、頻繁にされてますから、今いろんなインターネットとかでいくらでもそういうものを情報見つかりますから、うん、各カードゲームメーカーのホームページで行って、うん、そのやりたいカードゲームの大会情報みたいなところを見れば、まあ、大概何か捕まると思いますね。はい、もう作ろうって想像してるうちが一番楽しいだろうな。ね、潜水艦船、はいはいはい、とかね、めっちゃねこう多分考えてるうちは楽しいんだけど、ゲーム設計は大変だろうな。でもね多分ね、私が頭を痛めずとも、ミリオタを5人ぐらい連れてきて勝手に語っていただけば、私はそれをメモするだけで多分、もちろんだからプロのゲームについてはそういう専門のカードデザイナーの方がいらっしゃって、ちゃんとその数学的に緻密に計算してゲームを作られるわけですけれども、まあ、まずそのゲームが好きな人が何人かいれば、大雑把なゲームのルールっていうのは、まあ、アイデアがうまく出ればできると思うんですよね。あとはもうそうやってその何回も遊んでブラッシュアップして、そのゲームとしてちゃんと成立するかというところまで持っていけば、まあゲーム化はできなくはないと思いますし、事実そういう同人ゲームはたくさんありますから、うん、ミリタリーの世界って広く見えて、うん、人気あるジャンルってすごい固まってるんですよ。あ、そうですね、ハワイ海戦とハワイ海戦とミッドウェイ海戦と日本、太平洋戦争で言えば、はいはい、ハワイ海戦とミッドウェー海戦と、ヤマトが沈むいわゆる菊水作戦はいはい、はい、この3つを、ね、基本に軸に据えてですね、こうあと磯6を生かすかしないか、だから全く今私が話していることはいわゆるシミュレーション戦記、架空戦記の人気ジャンルを今語っただけなんですけど、はいはいはい、いや、がぜんね、まずじゃあデッキを、まず素人向けのデッキを買えばいいんですね、私が次やることは。そうですね、だから何でもいいんで、はい、まず一つカードゲームを遊んでみることだと思います、うん、おすすめのカードゲームを教えてください。皆さんもしかしてこれ見てやりたくなったかもしれないんであんまりな、僕の立場で名前出すのもあれですけど、うん、じゃあまあだから、まあ、今テレビでコマーシャルやってるものは、まあ、今ちょうど人気があるものですから、はいはい、そういうものはいいでしょうし、今盛んに山手線の中とかでもね、ガンガン宣伝してて、やってますね、でね、はい、これは何の宣伝だかわからないんですよあ、そうですね、うん、カードゲームの宣伝でございますね、うん、だから、じゃあ、お店どこに行けば売ってんですか。まずさっき言ったようにカードゲームショップが一つ、それから、はい、通販もあります、うん、それから大きい量販店ですよね、おもちゃも扱っている量販店、ヨドバシとかビッグカメラとか、桜井なくなっちゃったねヨドバシとかビッグカメラとか、そういうおもちゃを扱っているようなところには、置いてると思います。それからもちろん町のおもちゃ屋さんは意外と置いてます。町のおもちゃ屋さんでほんと小さいところだけど、10人ぐらいのテーブルを用意して毎週大会をやってるとか、そういうところもありますね。そういうところは割とその人気があったりしますね。それとあと意外なところではコンビニでも売ってたりします、ものによってはですけど、にすごく人気のあるの、まあ、ポケモンとかね、うん、とか遊戯王とかも売ってますね、はいはいはい、あとねいわゆるデュエルマスターズみたいなやつですね、はいはい、デュエルですね。あとはあれです、カード出すというのがありまして、万代さんのやつ、カードベンダーというやつですね、はい、ガシャガシャです、あれニュッと出てくる、そうそうそう、とかもあります。いろんなところでいろんな、その実はカードゲームっていうのは売り方がされているので、うん、ちょっと注意してみると意外と手に入るんですよ、はいはいはい、ただその本当に自分がやりたいゲームがこれだっていうのがそこに売っているかどうかは、まあ、また別問題ですけれども、何でもいいから何かカードゲームっていうのをやってみたいっていうことだったら、割とどこの街でも手に入らないことはないと思いますね、うん、わかりました、ええ、いや多分これ見てる方もね結構やりたくなった方多いと思いますよ、はいはいはい、いや日田さんそういう、まあそういう専門ですからね、まあ、ゲームをやりたくなる本を書く、そうそうそう、まあ、今
そうですね、だからキャラクター系のカードゲームを専門にやってるライターはそんなに多分数いないと思いますね。はいはい、うん、いや、本当に今日はありがとうございました。いやいや、早速じゃあ私もじゃあ明日立川のビッグカメラに行けばいいわけですね。そうですね、うん、なんだったら2つ買って、なんだったらご連絡いただければ。あ、はいはい、はい、選び方とかね、いやいや、じゃあ、いろんな設定、例えばファンタジーだけじゃなく、いろんな設定もあるわけですね。そうですね、だから最近多いのはだからそういう漫画アニメ、ライトノベルとかっていったそのコンテンツのキャラクターを借りてきてその対戦させるキャラクター柄のカードゲームもありますし、まあ、パチンコのキャラパチみたいな。ああ、そうですね、うん、まあ、どっち、あ、でもキャラパチっていうかキャラパチのキャラクターがカードゲームになったりもしてますけどね。なるほど、何でもありな感じで、もうタコは自分の足を食べるような、まあまあ、皆さんぜひねこれを聞いて面白かったなと思ったら、私ももしかしてこう、ね、いや私こうなんていうの、ハマるようになったらですね、うん、ゲーム大会の中継などもねしたいと思いますですよ。まずはその、既存のものをやって、はいはい、その後多分カードゲームを自分でまず試作して、やらないと多分ダメなんだと思うんですけども。そうですね、だからまずだからそのカードゲームって どう楽しいのかをまず体験してからの方がいいと思いますね。わかりませんよ、1年後私も北さんと同じ商売になってるかもしれませんから、ね、それは商売畑を増やしてしまったかもしれない。いや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 、ね、でももしかしてカードゲームの企画書を持ち込む人になってるかもしれない。まあ出版業界ね、これからどうなるか、でも本の形で、書籍流通でカードゲームを売るはありかもしれない。あ、書籍で乗っかってということですか。まあそうですね、だから今、例えば禁煙タバコが本屋で売ってるとか、はいはい、ああ売ってますね、電子タバコ、そう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 、うん、宝島社は何でもやりますねということで、そういうわけで、今日はですね初心者のためのカードゲームの基本ということで急遽、オタクライターの、はい、北新一さんにお越しいただきました。ぜひまたね、機会がありましたら、そうですね、この話でもこの話以外でもぜひお越しくださいませ。まあ、ノープランで来て1時間持ちましたので。いやいや、全然面白いです。はい、ありがとうございます。というわけで、少々お時間いただきまして、次はですね、臼井総理とですね、出版部ということで、編集者入門5をお届けしたいと思います。5分ほど休憩をいただきます。それではありがとうございました。ありがとうございました。少々お待ちくださいませ。